皆さんこんにちは、えー、佐藤剛志と言います、えー、今日はですね、えー、食卓の力ということで、えー、食が食卓が、えー、子どもたちのですね、えー、心も育,育みますよっていうお話を 中心にさせていただこうと思います。えー、まあ、あの、オンラインなのでですね、なかなかこうやりづらい部分はありますけども、あの、皆さんに、あの、いろんなメッセージが伝わるように、精一杯お話をさせて、えー、いただきます。で、えー、っと、いろんなですね、資料をあの紹介しながらお話し,したいと思いますので、画面共有をしましょう。 で最初にですね、まあ、食の話も大事なんですけれども、その食、なんで私たち食べるかって言ったらですね、その、やっぱり生きるためなんですね。命が大事だからご飯を食べるわけです。そして、えー、食が大事だということは命が大事だというわけですねで。皆さんも高校生ですから、もう当たり前のようにご飯を食べて、えー、当たり前のように学校に来て、えー、勉強して友達と遊んで部活して、 で、えー、おうちに帰ってまた当たり前のように夕ご飯食べて、えー、お風呂入って勉強して寝て、また明日もっていう毎日が当たり前のように過ぎてる、ね。そういう毎日って当たり前と思ってるかもしれませんけども、実は自分がここにいること、ね、えー、自分が生まれてきたことって当たり前のことじゃないんですよっていうお話からしていきたいというふうに思います。 なんか、細いな。えー、先ほど言いましたように、私がここにいること、あなたがここにいること、それって当たり前のことですかっていうお話です。えー、今からですね、いろんな数を紹介していきたいというふうに思います。まず、1年間にこの日本で生まれる赤ちゃんの数です。 さあどんくらいだと思いますかということなんですけれども、だいたい今、高校生の皆さんの年であれば、ですね1年間に100万人ぐらいの赤ちゃんが生まれていました。えー、今、少子化がものすごい勢いで進んでいて、実は2019年には86万人ぐらいしかですね赤ちゃん生まれてません。もう2023年になったら、ですねもっと減ってるでしょう。 日本の人口ってですね、毎年60万とか70万人ぐらいの勢いでどんどん減少しているっていう、えー、少子超高齢社会になっていますけれども、まあ、あの、高校生のですね、えー、皆さんの歳であれば1年間に100万人ぐらいの赤ちゃんが、えー、この日本で生まれていました。で、この100万人の中にはですね、えー、生まれつき障害があったりとか、えー、生まれつき病気を抱えたりしているような、 えー、赤ちゃんも含まれています。だけれども、ちゃんと生まれることができたんです。ね、赤ちゃんに生まれる力があって、お母さんに産む力があって、ちゃんと生まれることができた赤ちゃん。これが1年間に100万人です。その一方で、生まれることができない命っていうのもたくさんあります。えー、皆さんも高校生ですから、流産という言葉を聞いたことがあるかもしれません。もしかしたら、 ね、あの親戚の中でですね、えーだ、どこどこのお姉ちゃんが流産しちゃったんよっていう、ねえー、悲しい経験を身近でしたことがある人もいるかもしれません、えー。定義としてはですね、妊娠22週未満に胎児がなくなることを流産というふうに言います。その数が1年間にどんだけあるかって言ったら20万ぐらいあるというふうに言われています。 1>, えー、1年間に生まれる赤ちゃんの数がですね、100万に対して、えー、流産が20万なんです。だいたい流産率っていうのが10%から15%っていうふうに言われてます。妊娠した赤ちゃんがすべてですね、あの、生まれるわけではありません。1年間の妊娠の数ってだいたい130万とか120万ぐらいというふうに言われていて、で、それの10%から15%、約20万の赤ちゃんが、 妊娠22週未満で亡くなっているというような現状があります。で、死産という言葉もあります。これは妊娠22週以降に胎児が亡くなることを死産というふうに言います。その数がどれくらいあるかって言ったら4000です。20万の流産に比べたら4000の死産ってあれ少ないじゃんって思うかもしれませんが、 中にはですね、えー、もうお腹がこんなに大きくなって、ね、もういつ生まれてもおかしくないですよって。で、男の子かな、女の子かな、どんな子供が生まれてくるんだろうって。お父さんもお母さんもじいちゃんもおばあちゃんも親戚の皆さんも、地域の人々も、ね、お友達もみんな楽しみにしている。だけれども、その赤ちゃんがですね、急に動かなくなってお母さんがあれおかしいな、様子がおかしいなと思って病院に行ったら、 あ残念ですけども赤ちゃん亡くなってますねっていうようなケースもあります。その数がね、1年間に4000ですよ。いつ生まれてもおかしくないっていうような赤ちゃんが亡くなるケースもあるんです。そのね、お父さんの気持ち、お母さんの気持ち、じいちゃん、ばあちゃん、地域の人々、お友達の気持ちを考えると、やっぱりこの4000っていう数字もですね、すごい大きな数だなっていうふうに私は思います。それから、 えー、人工妊娠中絶というケースもあります、えー。いろんな事情があって産むことができません、育てることができませんというふうに認められた場合にはですね、日本では人工的に妊娠をストップする権利が、えー、認められています。で外国とかですね、まあ、外国のある地域とかではそれが認められてないという国や地域もあります。それはどっちが正しいとか間違いとかいう言葉ではないです。 ただ日本では事実として、権利として、法律として、この人工妊娠、人工的に妊娠をですね、ストップする権利が認められているということです。その数が1年間に26万あります。で、今深刻なのがですね、不妊症です。赤ちゃんが欲しくても欲しくてもできないっていうケースがたくさんあります。えー、推定でですね、約日本に200万組、 のカップルが不妊症に悩んでるっていうふうに言われていて、最新のデータではですね、4.4組に1組のカップルが不妊検査とか不妊治療を受けたことがあるというふうに回答しているそうです。で、あの、これは重要なことなので、えっ、ー、と、少し補足説明をしておきますと、なんでこんなに不妊が増えたかっていうと、もう一番大きな理由は晩婚化です。結婚する年齢が遅くなってるんですね。 えー、私が生まれた1973年というのは平均初婚年齢。初めて結婚する、えー、年齢がですね、男性で26歳女性、女性で24歳でした。これが現在、それから50年経ってですね、どんな風になっているかというと、男性が31歳を超えてます。女性が30歳を超えてるんです。えー、平均初婚年齢がこの50年間で5歳ぐらい後ろにずれ込んだという、えー、計算になります。 で女性の体っていうのは、その、妊娠しやすい年齢っていうのがあるんですね。えー、妊妊力と言いますけれども、それが一番妊娠しやすい時期がですね、赤ちゃんができやすいのが25歳から30歳というふうに言われています。で、えー、これまではですね、まあその時期にはもう結婚して、まあ赤ちゃんができてたということなんですけど、さっき言ったように、 えー、平均初婚年齢女性30歳まで後ろにずれ込んでいます。一番妊娠しやすい時期にですね、結婚してないっていう人たちが増えたりしまったんですね。でそうすると、ね、あの、なかなか赤ちゃんができにくいというような、えー、ケースがあって、それがこの不妊症の200万組っていう数になってるんだというふうに考えられています。 で今まで紹介してきた数をグラフで表すとこういうふうになります、えー。1年間に生まれた数が大体100万ぐらい、それから妊娠22週未満に亡くなった数が20万、えー、妊娠22週以降に亡くなった数が4000、それから産むことができません、育てることができませんという数が26万、そして、 お腹の中に宿ることができなかった数が200万ぐらいあります。で、毎年その200万組の不妊症のカップルがどんどん再生産されていくわけではないので、えー、こういうグラフの書き方はおかしいんですけれども、まあ、ある年に限って見たときにですね、えー、ちゃんと生まれた数、えー、お腹の中に宿ったけど育つことができなかった数、えー、それから産むことができない、育てることができないっていうふうに決断された数、そしてお腹の中に宿ることさえできなかった数、 を一律的に表すとこういうふうになります。皆さんはね、この白い中にちゃんと入ることができたんですよ。言い方を変えたら、皆さんの同級生でもこの白の中に入ることができなかった、おなかの中に宿りたかったのに宿ることさえできなかった、育つこともできなかったっていうような数がこれだけあるということですよ。だから、皆さんはそこにいるってね、当たり前のことじゃないんです。 もう生まれただけでもすごいことなんです。奇跡的な存在です、ね。自分が生まれたこと、ね、そして親がね、そうやって産んでくれたこと、親がいること、それってね、実は当たり前のことじゃないんですよっていう話です。そして今からですね、えー、16年前、17年前、18年前、皆さんもこうやって生まれてきました。これ、あの、生まれたばっかりの赤ちゃんです。まだこうやってへその濃度が繋がってるでしょ で、体中にですね、こうやって血がいっぱいついてます。で、これ誰の血かっていうことですよ。でも皆さん高校生ですから、これ誰の血ですかって聞いたら、これね、あの実際のリアルな講演だとほ、本当に質疑応答が簡単にできるんですけど、オンラインだったらね、なかなかしにくいので私一方的に喋りますけれども、ね、これ誰の血でしょうって聞いたら、えー、皆さんね、当たり前のようにこれお母さんの血ですって答えると思います。 ね、これ赤ちゃんの血ですよとか、いや、病院の先生の血ですよとか、看護師さんの血ですよとかいう人は、まあ全くと言っていいほどいないです。ね。全部お母さんの血なんです。で、この後ですね、赤ちゃんはですね、その、まあ体中の血をですね、きれいにあの拭いてもらいます。昔はね、お風呂に入れてたんですけど、なんか体が冷えるってよくないという理由で、最近はねあの、生まれて初めてのお風呂は、 あの、入れないというようなことになっているそうです。で、きれいに体を拭くとこんな風になります。ね、ピカピカのツルツルです。ちなみにこの赤ちゃん、私のですね、えー、長男、2番目の子供、ね。今もう小学校6年生になってます。ね、小学校6年生で12歳ですけど、この写真は生後15分とかかな。 生まれて、体拭いてもらって、看護師さんとか助産師さんにこう足の指とか一本一本数えてもらって、えー、頭の、ね、大きさを測って、胸の大きさ、胴回りを測ってって、ね、足もの指も手の指も全部揃ってますよって言って、ね、もうこんなピカピカツルツルの赤ちゃんが出てきます。傷一つついてないです。ね、血一滴も流れてないです。ね、さっきの血ってね、全部お母さんの血なんですよ。 そんな当たり前やんって思うかもしれませんけど、冷静に考えたらね、これすごいことなんです。つまりどういうことかって言ったら、赤ちゃんは傷一つついてない、血一滴も流してない。お母さんはいっぱい血流してるんです。つまりお母さんは、あんたには傷一つつけんよって。あんたには血一滴も流させんからねって言ってで。自分はいっぱい傷つけて、いっぱい血流して。 皆さんを産んでくれたということですよ。ね。で、今日あのおうちに帰ってですね、今日ね、学校、あの、学校でこんな話聞いたんだよってお話をしてみるといいでしょう。で、実際に今ですね、えー、オンラインで多分別の教室かどこかわかりませんけれども、えー、保護者の方が、えー、このね、今私がしているお話を聞いてくれてると思いますが、まあね、そういう話をするとですね、そら先生って、 赤ちゃんを産むのに血ぐらい流しますよって、ね。答えると思います。だけどね、血ぐらいじゃ済まないケースですよ。妊産婦死亡いわゆる母体死亡というケース。我が国における年間の母体死亡数ってですね、50年前は2100人。年金、えー、出産を機会にですね、えー、2000人ものお母さんが命を落としてました。 それがまあ医療とかですね、出産、妊娠出産のいろんな環境が整ってですね、減ってはきています。それでも1年間にですね、60人から70人のお母さんが妊娠出産を機に命を落としています。これがその数とですね、原因となった理由の内訳のデータなんですけども、日本の歴史上最も妊産婦死亡が少なかったのが2007年というふうに言われています。37人ぐらいだったかな で、あ、それから先どんどん減っていくんかなって思ったらですね、そうじゃないですよ。またこう、ちょっと増え気味っていうか横ばいでしょねゼロにならないんです。どういうことか。人っていう生き物は命がけで赤ちゃんを産む生き物なんです。で、これね、生き物の中では人だけです。他の動物で、えっと、妊娠出産を機に命を落とす動物っていないはずです。 そういう動物がいたらですね、簡単に絶滅してしまうんですよ。人間は進化の過程ですごく頭が大きくなったんですね。で、山道を通るのがギリギリなんです。すごい体に負担がかかるんです。ね、私たちってそうやってこう頭脳が大きくなっていって、え文化はね、あのー、進化させて、発展させてきましたから。ね、もうそういう意味で妊娠出産にすごく体に負担がかかります。 そういう生き物なんです。人っていう生き物は命がけで赤ちゃんを産んでいく存在です。で妊産婦死亡率っていうのは出生10万件あたり妊娠に関連した原因による死亡数のことを妊産婦死亡数と言いますけれども、えー、地域別妊産婦死亡率を比べてみるとですね、世界平均でまあ10万件あたり400人。日本は出産環境、医療技術があの進んでいるので、 まあ、6人から7人だけど、さっきも言った通り、これがゼロにならないんですよ。これが、ね、人っていう生き物が赤ちゃんを産むっていうことなんです。で、皆さんもですね、えー、今から、まあ、16歳の人は17年前、17歳の人は18年前、ね、皆さんのお母さんのお腹の中に宿りました。でね、あらっておかしいと思ってね、病院に行くんです。で、病院の先生が、あ、 おめでたですよ、お腹に赤ちゃんがいますよって教えてくれます。でですね、その時にもし、えー、病院の先生がですね、皆さんのお母さんにこういう話をしたとします。今私がしたお話です。お母さんって妊産婦死亡というケースがあってですね、誰にも起こり得るんですよって、ねえー、お母さんの命がなくなる可能性があります。どうしますか大丈夫ですかって、もし病院の先生が皆さんのお母さんに聞いて、 皆さんのお母さんが、えそうなんですかそんなこと知りませんでした私自分の命が大事です。だからこの子いりませんって。もし皆さんのお母さんがほんのちょっとでもそう思ったら、皆さんは今ここに誰もいないことになります。皆さんが今教室に座ってですね、私の話をこうやって聞くことができてる。隣にお友達がいる。ね、自分がここにいるっていうのは、 皆さんのお父さんお母さん、お友達のお父さんお母さん、まあお母さんですね、が、妊娠が分かったときに、え、そうなんですかでもね、って先生って、この子は私の命より大事ですよって、私命かけてでもこの子を産みますからって、ね、決断してくれた。それは意識的に決断したか無意識的に決断したかは別にしろ、この子は産みますって思ってくれた成果なんです。 皆さんはね、一人一人お母さんが命がけで産んでくれた存在です。まあ、高校生でね、思春期にもなると、ね、えー、親に対してもううっさ、めんどくさとかうるせえとかっていう気持ちもあるかもしれませんし、もうちょっと反抗的な態度を取ると、俺の人生なんやけんどうでもよかろうがとか、ね、自分の体なんやけん関係ねえやんみたいなことを言う人たちもたまにはいます。だけれどもね、 皆さんの命っていうのは確かに皆さんのものです。だけれども皆さんだけのものではないんです。自分だけのものではないんです。お母さんが命がけで産んでくれた存在ですから、皆さんの命にはあなたのことが私の命より大事よってお母さんの思いが詰め込まれてるんです。ね、二人分の命があるみたいなもんですよ。ね、そうやって皆さん産んでもらいました。そして今ここにね、いるわけです。 で、そうやってお母さんが命がけで産んでもらった命、それだけでもすごいことなんですけど、生まれた後も大変なんです。今、皆さんは高校生ですから、自分で服を着たり、トイレに行ったり、ご飯を食べたり、ね、お風呂に入ったり、何でも自分でできるでしょう。学校に行く準備だって、ね。場合によっては、いや、洗濯も自分でしてるよ。お昼の弁当も自分で作ってるよ。 お、ね、お家の掃除も自分でやってるよっていう人たちも中にはいるでしょう。そうやって何でもできるようになってきました。だけれども、ね、生まれてからしばらくはですね、全く何もできませんでした。自分のことが何もできないんです。ご飯も食べることができません。寝ることもできません。自分で遊ぶこともできません。ね、お風呂も入れません。うんちもできません。そんな時期が長いことありました。これは、 えっと、なんかって言ったら、あるアプリなんですけど、子育てアプリでですね、赤ちゃんのこう様子を記録している、えー、結果なんですね。で、この青いのが何かと赤ちゃんが寝た時間です。で、こうやって赤ちゃんってですね、こうやってこう,うとうとしながら、ちょっと起きてまたうとうとして、ね、で、こうやって月曜日とかもほとんど寝てる状態なんですけれども、逆に言うとですと、土曜日とかですね、ほとんど寝てないでしょ。こんだけしか寝てないんですよ。 で、お母さんは赤ちゃんが起きてたら、自分だけグーグー寝るとかいうことがなかなかできないです。心配ですし、赤ちゃんはオンギャーオンギャー泣きますし、ね。だからお母さんって赤ちゃんがこうやってね、寝てなかったら、自分もは眠たいんだけれども、ね、起きとかないといけないです。起きとかないといけないか、起きていけないといけないというよりは、必然的に起きることになってるんですね。寝れないわけです。簡単に言ったら。 で、こっち側の、えー、このグラフの丸は何かって言ったら、授乳の回数なんですね。授乳の回数。この赤ちゃんがほとんど寝てない土曜日、授乳回数12回です。ずっと朝も夜も昼もずっとおっぱいを上げてます。で、このおっぱいっていうのはですね、もともと血なんですよ。血が変化しておっぱいになっていきます。 だから赤ちゃんがおっぱいをこんだけ吸うっていうことはですね、まあ簡単に言ったら血を抜かれてるようなもんなんですよ。私はね、あの、おっぱいを赤ちゃんにあげた経験がないんでよくわからないですけれども、まあいろんな人に聞くと疲れるっていうふうに言います。ね、こうやってお母さんって全然寝ないですよ。ね、血をいっぱいあげて赤ちゃん育てますよ。めちゃくちゃ疲れるけども赤ちゃん育てますよってやって、 育てていくんです皆さんはそうやって育ててもらいました。ねえ。お母さんだけじゃないですよ。お父さんにしてもそう。じいちゃん、ばあちゃんにしてもそう。地域の人にしてもそう。学校の先生にしてもそう。PTA にしてもそう。皆さんが今この年になるまで、例えば16年間、17年間、18年間、生きることができたっていうことは、それだけの時間ですね。誰かがその時間を費やしてくれてたっていうことです。 私も今、えー、1時間ほどお話をさせてもらってますけれども、まあね、あのー、まあ講演としてお仕事としてやってるんでしょって言ったらそれまでですけども、とはいえ、自分の1時間という時間を使って皆さんにできるだけいい話をしたいな。皆さんの人生が、生き方が考え方が少しでも前向きになって、命とかね、えー 食べ物とか食とかを大切にできるような人生になってほしいなと思って、精一杯自分の時間を使っています。えー、お父さん、お母さんにしても、地域の人にしても、学校のせいにしても、みんなそうなんです。皆さんのね、存在が大事だよって。あんたのためにね、一生懸命ね、やるけんねって言って、そうやってみんなが皆さんのために時間を注いでくれて、 えー、皆さんを育つことができました。皆さんが17年間、18年間生きれたっていうことは、誰かが17年間、18年間の時間を自分のために費やしてくれたっていうことなんですね。で時間を費やすってね、簡単に言うけど、なかなか大したことなんですよどう。というのはですね、私たちの命って時間なんです。例えば、私がですね、80歳で死ぬとします。 そしたらね、私の命って実は80年間っていう時間なんですよ。で、今、この1時間を皆さんのために使ってお話をしてます。で、今日ちょっとあることがあるのでですね、お弁当を作りましたけど、そのお弁当だって30分かけて作ったら、えー、30分の私の命の時間を作って、使って作ったことになります。今日皆さんがお昼ご飯に食べるお弁当もそうです。 それお母さんがもし作ってくれたんだとする、30分1時間かかって作ってくれたんだとしたら、そのお弁当にはお母さんの30分の分の命、1時間分の命の時間がね、込められてるわけですよ。ね、皆さんはそうやってお弁当っていう食べ物、食材を食べるだけじゃなくて、それを作ってくれた命の時間を食べながら、ここまで大きくなることができました。ね。 親やけん弁当ぐらい作るの当たり前やろうもんって。そんなことないんですよ。ね、弁当が作、ね、作ってもらえない人とか、ね、たくさんいるんです。実際皆さんのお父さんとお母さんだって一人の人間ですから、わ、弁当めんどくさって。もう500円玉あげて、ね、行きがけになんか買って、パンでも買って食べなさいって。そういうこともやろうと思ったらできるんです。 でもそうじゃないって、あんたのことが大事やけんねって、あんたが食べるものにはそんだけの価値があるんだよって言って、ね、早起きしてお弁当作ってくれてるんです。だから皆さんってね、ここにいることができるんです。で、こうやって真面目にですね、えー、お話を聞いて、ね、あの、教室の様子わかりませんよ。今めちゃくちゃ死後ばっかりで全然話を聞いてないのかもしれないけど、多分そんなことはないでしょう。一生懸命聞いてくれてるはずだと期待してますが、 ね、そうやって真面目に人の話が聞けるとか、お友達に優しくできるとか、挨拶がちゃんとできる。ね、お掃除を一生懸命できる。そういう気持ち、生き方ができてるっていうのは、そうやってお父さんお母さんが愛情を注いで皆さんを育ててくれた気持ち、あの、成果なんです。で、その愛情を注ぐ大事な機会がですね、食、えー、なんです。ちょっと違う話をしましょう。